新税、新税、新税、過剰元年、1106年平時元年12月13日、1160年1月23日は、平安時代後期の貴族、学者、僧侶。新税は出家後の法名、号は、円空。俗名は、藤原道のまたは、高氏の道の高氏がマイナス。藤原南家帝継流、藤原実るの子、生後医師 小名言。道則、り、新勢の家系は、祖,祖父、藤原実のり以来、大大学者、十官の家系として知られ、祖父の藤原秀綱は、大学頭であった。ところが、天盈三年、千百十二年に、父、実権が、蔵人書で休止したため、七歳の道則は、遠石であった、高品恒年の養子となる。高品氏は、陰謹親。 石管家の家主として活動し、諸国の受領を歴任するなど、経済的にも裕福だった。道則は、高品氏の秘護のもとで学業に励み、不祖譲りの祭刊を磨き上げていった。保安2年、1121年頃には、高品重芸中、養父夫、京瓶とは、鳩子の関係の女を妻としている。道則は、戸麦上皇第一の長身である、藤原家成と、 同年代で、親しい関係にあり、家なりを介して、平野忠盛、清盛不死とも交流があったとされる。道のりの官位の所見は天智元年、1124年、の中宮の昇進、中宮の藤原明子であり、A 正樹天智元年4月23日、1124年6月7日、上、同年11月の昭子の陰謀宣言に伴い、 大賢門院蔵人にお着替えされた。秋子の子である、ストック天皇の六位蔵人も務めたが、大二二年、千百二十七年に助釈して、蔵人の任を説かれた。この年、二人目の妻である、藤原朝子が、芝上皇の第四巫女、正人親王後の後白川天皇を奪に選ばれている。三位となった道のりは、朝唱二年、千百三十三年頃から、 トバ上皇の北面に施行するようになり、統制無双の広子祭白覧と称された白式を、武器に、隠伝承人、陰法元台とその地位を上昇させていった。その後日、向井守に任命されるとともに、放送令林の編纂も行っている。道のりの願いは、祖,祖父、祖父の後を継いで大学寮の役職、大学頭、文章博士、式部、大助について、 学問の家系としての加盟の最高にあった。ところが、世襲化が進んだ、当時の区下社会の仕組みでは、高品氏の戸籍に入ってしまった道のりは、その時点で自負判、秀綱の後を継ぐ資格を剥奪されており、大学寮の感触にはつけなくなってしまっていた。また、実務官僚としてその最地を生かそうにも、院の政務の補佐は、加重寺流藤原氏が独占していた。 これに失望した道のりは、無力感から出家を考えるようになった。道のりの遁勢の噂を耳にした、藤原頼長は道のりに、その才をもって喧嘩におらず、すでにもって遁勢せんとす。才、世に余り、よ、これを尊ばず。これ、天の我国を滅ぼすなりと書状を送った、大気光寺二年八月五日、千百四十三年九月十五日、上、数日後、 道のりとよりながは対面して、世の不条理を嘆き、道のりは、真、運のつたなきをもって一色を大せず、すでにもってとんせいせんとす。人、定めて思えなく、才の高きをもって、天、これを滅ぼす。いよいよ額を廃す。願わくば殿下、廃することなかれ突げ、よりながは、ただ、あえて命を忘れずと涙を流した、大気工事二年八月十一日。 1143年9月21日。鳥羽上皇は、出家を思いとどまらせようと、工事2年、1143年に、生後一した、翌天移元年、1144年には、藤原生への復製を許して、小名言に任命し、さらに息子、年寄に、文章を博士、せ、大学頭に就任するために要な資格を得る。 試験である対策の受験を認める戦時を与えたが、道のりの意志は固く、同年7月22日、8月22日に出家して、神勢と名乗った。出家をしても神勢は、俗界から離れる気はなく、脱ぎか振る衣の色は、名のみして心を染めぬことをしぞう思う。出家して、墨染めの衣に着替えても、それは、名ばかりのことで心まで染めるつもりはな、 月毛では歌集とその心境を歌に読んでいる。芝法王の政治顧問だった、羽室秋よりが旧安四年、1148年に死去すると、秋よりの子が若年だったことからその地位を奪取することに成功し、本朝世紀編纂の加盟を受けるなど、その信任を確固なものとしていった。そのような中で、92年、1155年に、この上天皇が崩御し、 後継天皇を決める王者議定が開かれる。候補としては重人親王が最有力だったが、美福門院のもう一人の養子である主人親王、後の二条皇が即位するまでの中継ぎとして、その父の正人親王が立太子しないまま二十九歳で即位することになった後白河天皇。主人親王はまだ年少であり、存命中であるジップの正人親王を飛び越えての、 即位はいかなものかとの声が上がったためだった。突然の正人新能擁立の背景には、正人新能を養育していた、新税の策動があったと推測される。法言元年、1156年7月、賭法王が崩御すると新税はその葬儀を取り仕切り、直後の法言の乱では、対立勢力である、スト上皇、藤原頼長を挙兵に追い込み、 源の義朝の野衆の検索を積極採用して、後白河天皇方に勝利をもたらした。乱後、神勢は、楠子の変を最後に公的には行われていなかった、死刑を復活させて、源のためらの武士を処断した。また、石管家の弱体化と天皇申請を進め、方言申請を定め、記録省縁研継承を再考して、省縁の整理を行うなど、 絶大な権力を振るう。また、大代理の再建や相撲設置への復活なども、新税の手腕によるところが大きかった。この政策を行う上で、新勢は自分の息子たちを養殖につけた。そのことが、旧来の陰謙にや貴族の反感を買った。また、強引な政治の刷新は、反発を招いた。一方、方言三年。 1158年8月には、芝法王が、本来の皇位継承者であるとした二条天皇が、即位する。この皇位継承は、仏と仏との表情、すなわち、美福門院と神勢の協議で行われた。この二条天皇の即位に伴い、神勢も、天皇の側近に、自分の功を送り込むが、今度はそのことが、天皇側近の反感を招き、陰謹心。 天皇側近双方に、反新勢の動きが生じるようになった。やがて陰性派の藤原信より、新勢派の大井の帝教習、派室重もん味方らは、政治路線の違いを抱えながらも、新勢打倒に向けて、動き出すことになる。信頼は、源義朝を配下に収め、二条天皇に近い、現行法も味方につけ、軍事的な力を有するようになっていく。その中にあって、 最大の軍事貴族である平野清盛は、新税、新大双方と婚姻関係を結んで、中立的立場にあり、新政派、陰政派とも距離を置いていた。平治元年、1159年12月、清盛が熊の参りに出かけとに、軍事的空白が生じた隙をついて、半新税派は、陰五所の三条殿を襲撃する。新は事前に危機を察知して、 山城国の田原に避難し、老頭に命じ、竹筒で空気穴をつけて途中に埋めた箱の中に隠れていたが、老頭を尋問した追手に発見された。掘り返された際に、自ら首をついて自害した。去年五十五、掘り起こした時には、目が動き息もしていたという。追手は、神勢の首を切って刑に戻り、首は晒し首にされた。また、神勢の息子たちも、 信頼の命令によって配慮された。学問に優れ、藤原頼長と並ぶ、東大屈指の赤学として知られた。今鏡でもその才能を絶賛する一方で、恩苗道の家の出でもないのに天文に通じたがために、災いを受けたのだと評されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。